みんな旅してる？どうもカオルです。スウェーデン、ストックホルム、北欧のベネチア、それではスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、カオルです。で、私はですね、今スウェーデンストックホルムを歩いております。ということでね、私のカオル世界一周第10カ国目、スウェーデンはストックホルムに滞在しているということで、今回はこちらのストックホルムの一日を皆さんにお届けしていきたいなと思います。ということで、ね、こちらストックホルムはですね、北欧のベネチアと呼ばれているね、もう水の都とも言われておりますので、今回こちらの街並みをね、皆さんにご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、ということでね、街ブラをしていたら最高の夕日になってまいりました。早速ね、この夕日を展望台から見てみましょう。Let's go。 すごい、めっちゃ綺麗、やばい。で、早速ね、日が沈まないうちに展望台行ってみましょう。すごい、今登山中なんですけども、この時点でめっちゃ綺麗ですからね、やばい。おお、うわ、めっちゃ綺麗、すげー、やばい、これは綺麗ですね、ほんまにすごい、わお。はい、皆さん見てください、こちらがですね、夜景のね、こちらのストックホルムの様子でございます。わお、めっちゃ綺麗。はい、ということでね、あの昼も朝も夜もですね、ここの展望台は大変おすすめでございますので、ぜひね、皆さん来てみてください。グッチョ。はい、ということでね、こんな素敵な街を今歩いているので、私の頭の中は魔女の宅急便の BGM が流れております。はい、ということで、ね、正面にはね、もう地元の人しか知らないようなパブがございますので、後ほどね、行ってみたいなと思います。はい、ということでね、スウェーデンはね、こうやってね、歩いてるだけでもめちゃくちゃ絵になる街でございますので、もう散歩するだけでね、1日が終わっちゃうような、そんな素敵な街でございます。ちなみに海は意外と浅い、まあ奥行けば深いですけどね、当たり前か。ということで、こちらのグラムサタンの向こう側に行きましょう。はい、こちらが向こう岸でございます。こちらからね、旧市街がスタートするという形でございますね。早速行ってみましょう。Let's go。 一気にね、中世の街並みを感じる建物が並んでおります。すごいね、素敵だね。ここのパブやってない、昨日やってたのに、すごく美味しいパブでした。ということで、ここにはフライデーズもありますね。フライデーズ本当どこにでもあるな。はい、こんな形となっておりますね。すごい、結構ね、ストックホルムはね、坂が急なのでね、結構ね、体力が必要な街かもしれませんね。ちなみにここストックホルム旧市街では、こちらにトトロくんもいます。かわいい、トトロくんいますね。はい、こちらがね、ガラムスタンの街の様子でございますね。はい、ちなみにこちらの旧市街で私のおすすめのお店がこちらでございます。こちらのテディベア屋さんなんですけども、はい、こちらのね、売ってるお人形さんがかわいいんですよ、ほら。ということで、今店員さんがランチ中ということで、ランチが終わったらバックで戻ってくるという形でございますね。日本人もこれでいいですよね。別にね、24時間開けてる必要ないんですよ。もうこういう風にね、ランチの時はランチで休みます。これでいいと思いますね。もう日本もこれやります。本物の人かと思った、すごいね。はい、そしてこちらが宮殿でございます。かっこいいね、すごい、かっこいい。ということで、ね、あそこに兵隊さんも立っております。はい、めっちゃすごい、あのバチカン市国みたいな感じだね。警備ご苦労様です、めっちゃかっけえ、すごい、けれん。ということで、こちらのね、警備員さんの交代式がね、あるみたいなんですけども、何時になるかはわからないということでございます。はい、ということでね、やっぱりね、どの国もですね、あのこの宮殿を守っているですね、ソルジャーはかっこいいですね。素晴らしい。はい、こんな素敵な小道もございますね。これは素敵だね、いいね。はい、ということで、こちらがですね、ノーベルプラザミュージアムでございますね。はい、ここがね、ノーベル賞ミュージアムでございますね。日本人もね、ノーベル賞何人もいますのでね、誇り高きノーベル賞でございます。ちょっと疲れたので、こちらのパブで休憩しましょうか。ちょっとね、ビアでもいただこうかなと思います。私が一番好きなビール ESB があります。最高。 This is my favorite beer、yeah. ということで、まさかのね、ストックホルムで ESB の生が飲めるとは思いませんでした。チューズ。ティーン。あー、バリウマ。はい、ということでね、私の世界一周ももう10カ国目にね、入ったということでございますので、もう中盤ぐらいでございます、正直言うとね。はい、ということでね、もう半分ぐらいのね、期間でもう私の旅も終わってしまうという形なんですけども、まあ今のところね、順調に旅をしております。ということで、皆様ね、日本ではいかがお過ごしでしょうか。日本今すごくまだまだ暑いみたいですね。結構日本のニュースとか見るんですけどもね、まだね、もう30度超え以上のね、日がいっぱい続いてるみたいでございますので、ぜひね、日本の皆さんもぜひ熱中症対策に気をつけてね、日々
お過ごしください。はい、ということでね、まあ、そろそろハロウィンということもございまして、街の様子などもね、ハロウィンの装飾だったりとか、ハロウィンのものが売り出したりとか、結構ね、いろいろなね、模様替えが行われております。早いところだとね、もうクリスマスシーズンのね、準備もしているところもございますので、結構ね、ヨーロッパはその辺のね、ハロウィン食、クリスマス食っていうのが強いなという印象でございます。はい、まあね、このストックホルム本当にね、最高。ここはね、もうリピート確定ですね。また絶対行きます、ここは。うん、やっぱね、このヨーロッパはね、このビールが合うんだよね、このね。ということで、撮影をしていたらめちゃくちゃ日が出てきて、すごく神々しく映ってると思います。うん、お、ランチから終わったみたいです。早速ね、行ってみましょう。はい、こんな形でね、テディベアがですね、こんな形で広がっております。かわいいね、素晴らしい。ここのね、お店大変おすすめです。ペンペンがいっぱい動いてます。ペンペンの首が動いてる。この子だけ動いてるの。はい、ということでね、ここで私が泊まっているホステルをご紹介いたしましょう。こちらカスタネアホステルということで、こちらのね、宿に泊まっております。ということでね、こちらが入り口でございます。早速ね、入りましょう。はい、ということでね、ここのね、ホステル何がすごいかってね、こちら、はい、booking.com 2020年、はい、9.1 評価ということでね、はい、こちらのホステルですね、なんと9評価以上がほとんどでございます。はい、こちらは2018年 9.1、向こうは8.9 ですね、2016年。ホステルワールドでもですね、9.3 ということで、かなりね、評価の高いこちらのホステルでございます。ちなみに私、カオルの評価は10点満点でございます。ここのホステルマジ最高、おすすめです。はい、中はこんな感じでございます。ちなみに私のベッドはここ。おはようございます。ということで、これからですね、ストックホルムの空港に向かって次のね、第11カ国目にね、向かおうと思います。それではね、行きましょう。はい、ここがですね、共用部分のエントランスでございます。めちゃめちゃ可愛いね、装飾がいっぱいあります。ということで、チェックアウトしました。本当にね、ありがとうございました。最高のね、ホストでございました。では早速ですね、セントラルステーションへ向かって、ストックホルムのね、空港へ向かいましょう。レッツゴー。このね、鐘の音色が本当に素敵。ということで、メトロに乗り込みました。これからね、セントラルステーションへ行きましょう。ちなみに、ストックホルムのメトロはこんな形です。結構最先端のね、列車でございます。はい、ということで、これめっちゃ便利ですよね。あと2分できますよ。次17分ですよ。次36分ですよ。というね、こういう風に案内があります。これめっちゃ便利。はい、ということで、ここでチケットを買います。ここでね、空港行きのチケットですね。OK。はい、ということで、ね、こちらに早速乗り込みます。やばい、あともうすぐで走りますよ。ということで、ね、ここにしましょう。はい、ということで、ね、空港まで一本です。ということで、到着いたしました。これからね、空港の方へ行ってチェックインの方していきましょう。ということで、ね、ストックホルム編はこれで終わりでございます。ということで、このチャンネルではですね、 JTC 修行、 SFC 修行のお得な情報や、私カオルのね、世界集中の動画を皆さんにお届けいたしますので、もしこの動画がね、面白かった、役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからコメント、ラッキーの評価もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、スウェーデンストックホルムからチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、次はですね、私カオルの世界集第11カ国目です。どうぞ。